どうもこんにちは、ゆきちかです。今日もエカナンやっていきたいと思います。とうとう甲子園大会決勝戦でございます。この代もとうとう終わりでございます。いやー、なかなかにいい代だったとは思うんですけども、ちょっと悲しいね。秋山とか北沢の代ですね。なんか北沢鬼強えな、鬼強えな、えぐいな。これはこれはえぐいぜ。止められないよ誰も俺を。そんな感じでじゃあオーダーを組んでいきたいかなって思うんですけども、理想の打順だけ言うとね、多分こんなんなんだよね。そうこんなんなのよ。今日これでいいか。そうなのよ、炭谷がベンチでダイソーで控えてくれてるっていうのが一番大きい気がする。じゃあこんな感じの2021年型オーダーいきましょうか。試合開始。糖質制限を始めてから便秘がものすごいことになっている私、ゆきちかでございます。甲子園大会決勝戦戦っていきましょう。もしよろしければチャンネル登録、高評価していってください。どうぞよろしくお願いいたします。頑張っていきましょう。コメントもいただけると嬉しいです。ご戦力 A、 格上ではございます。格上でした。3点取られてるわ。いやかますね。いいよいいよ、もうそういうチーム大好きよ。あーいいや、強いね。うん、ホームラン、ナイスホームラン、いいよ。そっからのね、逆転ってものが楽しいから、俺たちの夏をですね、みんなにお届けしようかなというふうに思います。じゃあオーダーだけ見せてみましょうか。1番ライト、レフト塩澤でございます。3割9分9厘9本40打点。これ乗ってくれよ。4割10本チャンスし、盗塁し、耐えてるし、走塁しと、もう理想的なね、1番だったんですけど、しばらく2番打ってました。はい、塩澤がですね、シーンのこの羅列、鬼えぐいなところで打者コンバートしたんですけども、かなり強い打者にはなってくれました。嬉しいです。で、田淵ちゃん。田淵ちゃん。と、一応ミート87%99ですね。この子はですね、もう天才でございます。天才田淵さんでございまして、4割4分2厘20本56打点、化け物でございます。で、北沢ですね。この男は一応、この台の最強バッターでございます。阿部ヒパーヒ流し打ち。いや、これだけでも鬼強いでしょ。次、岡。この男も強いよ。阿部ヒ広角威圧か。すごいよね。何もついてない状態でこれだからね。オール A は多分いけるはず。で、丹下。阿部ヒ流し打ち。この子は2年生なんで来年もいます。で、若松さんと。来年多分1番かな。で、長江。長江もこの子まだ1年生です。で、ファースト守ってますと。で、9番が蓮見でございます。ショートの今、コンバート中の頑張ってる男でございます。で、秋山エースでございます。カーブ覚えてたのか、お前。知らんかった。で、住谷ベンチ、代打、代打。この2枚看板よ。代打の神様。で、片岡、守備固め。岩波、来年のレギュラー枠。もっと次はちょっと入れてるだけ。で、ピッチャーが3枚と。同じになっております。名倉。これがお二人が来年のエースコンビ。で、持ち付き合い上位は育成枠って感じですね。行きましょう。いやーもう果たしてどうなるのかが楽しみすぎて、仕方がないね。外角攻められてるよ。多分さ、ダメ腐る。あー、取られるぞ、これ。あと一歩。おぉ、OK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 、よかったよかった。3でもで行くか。惜しい。まあでも、ワンアウト二塁なら1点ぐらい取れるでしょ、うちの打線なら。まあ別のところで1点取ったね。別のところで1点取ったよ。ああ、はすみがナイスな得点重ねてくれて、僕はとっても嬉しい限りさ。朝からなぜかハイテンションの駅舎でございますが、やりましょう。4割4分6人ね。最終的に5割乗らんかな。厳しいかな。走れダメさ、燃えよ。まあダメだね。あと、2点取りに行かなきゃいけないから。秋山5回までで8球奪三振か。不調の割にはいいんじゃない。ただ、球数もめっちゃかさんでるけどね。蓮見、いいじゃん。守備安定してるよね。その安定してる守備だけで見せれるよ。流しましょう。まだ才能開花の使いどころじゃない、ここは。使いどころがあったかもしれない。北沢。前の試合6の6やっております、この男。転がせ7でいこうか。あえて。うまいね、うまいね、うまいわ、そのバッティング。バーリング。そのバーリングうまいね。岡。まだ揺さぶらなくていいな。背中しでいきましょう。落ち着いて、1点返そう。1点返そう。なんか1点取れない気がするな。オッケー、取れた、取れた。よかった、俺の心配は。不発でした。1点とりあえずここで返したのがでかい。ターゲット。
ケーさあこの甲子園決勝で10本それがグランドスラムだったらかっこいいけどね。止まい、いや1点を、あー変な気で開けるなってな。いやーせっかく点差開いたのになんだかんだ点取られるんだよ、なんだかんだ真ん中った点取られるんだよ。この辛さ誰かわかるかい。はい、才能開花、流し打ちに行きましょう。いけ、もうぶっ飛ばして、いやいや、お任せでいこう、ぶっ飛ばして田淵さんなら飛ばせる、もう飛ばすことなく考えれば OK。 ツーアウトか、ワンアウトでやればよかったかな、まだここ使わなくてよかったかもしれん。北沢が打ちましたら、僕は何回も見てきました北沢の覚醒の瞬間を。 OK、 同点レースイズコング。この男が来年いないのが僕は悲しいです。待って、危ねー、ゲッツー取らないの、長江攻めてっていいんだよこの場面。まあいいか、外角でいきましょう、まあ、こっから魔物が使えるしね、魔物が使えるってのはでかいよ。秋山投げ切るか、関係でいきます、関係でいけ、 OK、 打ち取ったり、純粋に勝ち越せるならそれで俺は勝ち越したいけどね。熱血センター返しでいこうか、打てるか蓮見、あーここピッチャー変えます、ピッチャーで代打出します、行く有本、アーリー行く、正直でも普通に勝ちたいっていうのが本音っちゃ本音だよね。行きます、行けるならそのまま勝ちたい、オッケー、いやいや、うまかったけど当たりは良かった。次が塩澤、4割乗っけてほしいよな、4割乗っけて最後終わりとかだったらかっこいいけどね、回したいな塩澤に、塩沢に回したいぜ。よし、西川抑えた、いやマジ田淵さんホームランで終わらせていいよ別に、ダメだな、あと一歩が出ねえ、あと1点よ、あと1点取ろうぜ、そんなに強いわけじゃないな。 OK、 これ抜ける、抜けないかーい、うーん、なんかみんなあと一歩が出ないね、揺さぶろう、あ、違う、背中し切って前に飛ばして、うまいけど、うまいけど上段、もっとマイケル上段、うーん、点はいい感じに抑えてる、西川いいピッチャーよ。流し打ちいきましょう、タンゲ出よう、タンゲ出よう、タンゲ若松さん転がせでいこうか、転がせましょう、転がそう、魂の限り投げろ、オッケー、うまい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 、頑張って逆転しよう、逆転しよう、走ります、オッケー、この場面いける気がするな、代打行くか、代打長谷川で行きましょう、最後の最後に代打の神様かましてください、代打の神様、もう1本打てば勝ちなんです、1本打てば勝ちなんです、さよなら、よっしゃー、勝った、ありがとうございました。長谷川よやっぱ長谷川よ、長谷川しか勝たんわ、出せてない人いるけど、まあ、長谷川なら打ってくれると思ったもん、まあ、そういう代打が控えてるっていうのがこの世代強い点でしたよね。いやーよかった、いい代だったわこの代、ダイソーだけが唯一足りんかったけどね、住谷が後ろに戻ったことによってダイソーも復活した、いや素晴らしいよ、いやそんな感じでですね、また皆さんこれから新しい代ですね、進めていきましょう、住谷でいいかな、そんな感じで、また皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。またね。